こんにちは。おっさん剣士のアザラシマニアです。ベルセルクといえばですね。蜂蜜を飲みに行こう。今はダメだ。夜勤をこなさないとスリーピングジャイアントで一杯やることになる。だが喉が渇いてちょっと酔っ払いがうるさいです。いつも喉が渇いてるんだな。いつも酔っ払っているし、そろそろ飲ませてくれ。はい、アザラシマニア改めおっさん剣士です。ベルセルクといえばですね、もう一人か金なんて借りてねえよな、こいつ。はい、改めて、ベルセルクといえばですね、もう一人、大事な仲間といえば、あの妖精のパックですね。こんなやつです。どうやらですね、その、パックがですね、ここリバーウッドのですね、酔いどれ酒場に、来てるそうです。なんかですね、随分となんかあの人間みたいになっちゃったみたいですけども、大事なねヒーラーなんでね、早速ねちょっと仲間に、していきたいと思います。まだここです。この酔っ払いが。さあ入ってくれ。ちょうど火を起こしたところだ。座って体を温めてくれ。ね、パック、妖精のパックらしき人はどこだろうね。もしや。なんか名前が違いますけど、まあ脳内設定ということで。俺また随分と。こんにちは。君は？私はセラ、治癒士をしています。以前はウィンターホールド大学で回復魔法を学んでいました。ウィンターホールド大学で？はい、ウィンターホールド大学はスカイリムで唯一の魔術師組織。そこで回復魔法を学べたことを私は光栄に思っています。けれど回復魔法を学ぶ上でいろいろな苦労もありました。回復魔法に対する大学の評価はあまり良いものではなかったので、回復魔法は正式な魔術の分野ではない、学ぶ価値はない、そのような言葉に私の先生もひどく心を痛めていました。それでも癒しを与える回復魔法という分野を私はとても気に入っています。魔法を通じて人々を病気や怪我から救うことができる、これは回復魔法ならではの特権ですね。ええ、今スカイリムでは多くの人々が戦争で傷つき血を流しています。そのような人々を救うために大学で得た知識や経験を生かしたいと思いました。治癒士としてはまだまだ未熟なところもありますが、少しでもスカイリムの人々の助けになれるよう日々努力をしていきたいですね。もし治癒士の力が必要になったら言ってくださいね。私でよければいつでも力になりますよ。じゃあ早速よろしくお願いします。ああ、これがデフォルトの装備。ちょっとまた。どうかしましたか？セラさん、ずいぶん小さいですね。ちょっとまた確かめたいことが。こうして宿屋にたどり着けると、なんだか安心しますね。どうしても確かめたいことが。私はここですよ。ちょっと待て。一応入っていますね。
お酒は飲まれますか？私はお酒が苦手なので、飲める方が少し羨ましいです。セラさん、大丈夫ですね。どうやらちゃんと履いてましたね。まあこれはこれでいいんでしょうけど、装備が。何かお困りですか？持ち物を交換したい。ああ、全部日本語になってます。何かお探しですか？じゃあ、あなたはね、ちょっとね。出発ですね。本当の音楽がどんなもんかな、絶対に理解できないって分かったかい？あ、でも一応装備してる？いいだろう。お望みなら何でもするよ。素晴らしいわ。来週はこんな話はなしにしましょう。いいわね。お酒は飲まれますか？私はお酒が苦手なので、飲める方が少し羨ましいです。出発ですね。皆さんとの旅は楽し。あなたの役割は、もし体に異変を感じたらすぐに声をかけてくださいね。じゃあこちらの方は一応妖精のパックという脳内変換で行ってみますかね。まだここです。ではですね、この頼もしいヒーラーですね、すぐ後ろにいますよ。脳内変換の、エルフのパック、まあね、この人間界にねいるときは名前はセラっていう女性になってますけど、何かお困りですか？ね、せっかくヒーラーが仲間になったんでね、ちょっと早速ね敵を倒しに行きますか。皆さんとの旅は楽しいですね。マンモスがいるわ。2匹か。まあいいや、ちょっとね、マンモスとじゃね、ちょっと戦ってみますかね、これ。ちょっとじゃあ、手始めね、ボウガンで挨拶しますか。ちょっと強かったね、マンモス。もう一回チャレンジ。よし、王が連射するぜ。もう一回。やめなさい。
おいおいおい、マジか、うん、すぐ後ろにいますよ。残念、勝てませんわ。どうかしましたか？まだここです。じゃあ仕方ないですね。じゃあまたね、何ですか？強くなってリベンジしますか。またどんな危険が潜んでいるか分かりません。ちょっと強戦士のようなのを着てリベンジしていきたいと思います。まずは巨人から仕留めますか。マンモスも焼けんのかな。マンモスは変わらず、あ、マンモスもなる。じゃあね、この頼もしいヒーラーがね、仲間になったんでね、これからもね、とりあえずはこの、美女2人プラスおっさんでまた旅の方をしていきたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。何かお困りですか？